落ち着かんかい。あら、ブチブチにされる方はね、あんたの方よ。どこの穴かしらね、人間にはたくさん穴がいっぱいあるからね。高評価、チャンネル登録、お願いね。はい、どうも皆さん、こんばんちは、元気かしらね。早速昨日ね、シーズン8の新しい武器バランス調整来てね。まあ、みんな盛り上がったと思うんだけどね。私が今一番おすすめしたい武器がこちら。デデン M13。この武器ね、私ね、お久しぶり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 並みに使うんだけどね、メタンコ使いやすくて本当にね、無双しちゃったのよね。その理由がこれよ。30メーターヘッドショット3発キル。で、ヘッドショット1発でも入ればね、4発キルできちゃうの。で、この射程距離がね、35メーターぐらいまでなんでできちゃうんだよね。本当にね、これ、ぶわけもんよ、この武器。なおかつ、反動もね、縦反動ほぼほぼオンリーだからね、結構反動抑えやすいのよね。さらに、たまたまの密集率もメタンコにいいっちゅうわけですよ、皆さん。ということで、計130キロ差3マッチ、見ていくわよ。口寄せた術。はい、マップはレイドのハートポイントで、ここはもうね、先頭は、決め打ち決め打ち決め打ち敵のスポーン位置がね、ランドリー側だからね、まずは右側をクレングしていきますと、右側いない。よし、じゃあこっち、後ろからなんかちまちま当たれたけど、俺無視していく。どっかにいるわ、敵がね。咲きなさい。こういるでしょ。あ、いるいるいる、あ、激怒だ。ナイス見方。いいわね。あんだけね、気づけたらね、もうね、私もね、無敵よ。まだいるわね。こっち動かれるか。なんかこの黄色頭のやつになんかある。黄色頭、黄色先行じゃなくて、黄色い頭のやつ。よけよけよけ、目紛らわしいわね、ほんとに。なんか似てるやついっぱいいる。みんなもんびたいでしょ。頭黄色いやつ二人いったわね。ほんと、紛らわしい。だらしない。間違いなく敵がね、大祝典が出てくるからね、ここでね、キャンプしていくわ。さあ来なさい。来るでしょ。来た。そんなね、目立つ白いスーツ着てもダメなのよ。戦場汚れちゃうからダメよ、ほんとに。綺麗な、そんな格好。おー、この、金色の卵頭、頭ゆたまごにしてくれたのかーい。さあ、金庫は味方がもう入ってるからね。あとこっちかカバーしていくわよ。なんかいる、消えていくか、お前、これやばい。あ、助かったわね。命拾いしたわね。敵がまさかね、もうたまたま消えてる状態だったわね。しなかったわね。このチャンスはね、絶対無駄にしないわ。チャンスをものにするおかまはね、この私、伝説サニーテルマーとかは、吉野にだからね、いろいろ、金玉、あちら金玉だ。さあ、手裏剣掛け分子の出番よ。荒れる方向にたまたま飛んでるからね、手裏剣掛け分子。まあね、あさっての方向飛んじゃうから、たまたまね。1カット、2カット、3カット、当たってる、4カット、いるよ、そこ裏いるよ、いや、負けるかい、いや、5、あれれ、ちょっとおかしいわね、私ね、結構キルしてると思うんだけどね、なんか結構点差、縮まんないのよ。今ちょっとなまっちゃったわね。縮まんないとか言って。青森弁じゃないから私はね。おあ、いや、やっぱりね、私キルしてもキルしても全然ね、なんかね、ポイントなんか入れないわよね。いや、私もね、拠点頑張って入る努力はしてんだけどね。まあ、キルはまあしてるから全然ね、いいと思うんだけどね。これ味方？やっぱりね。ほら、私がキルして数減らしても数的有利を作っても味方が軽くないとね、なかなか拠点の中には入れないわけだわね。しかたね、こうなったらね、もうね、無理やり突破しに行くわよ。前儀はもちろんのこと、しっかり濡らしてから入っていくのが当たり前だけどね。もうね、それをね、当たり前はどうでもいいわ。常識なんかね、どうでもいいわ。大人が作った常識なんてね、クソくらいよ。私がね、カットしていく。金の卵だろうか、なんでもね、絶対やっていく。ちょっと、ガーッ。いや、これ、間に合うかしらね。いや、まあ、あんた何してんねん、ハギョン海峡って。なんか、あんた何持ってんねん、ハミモルタイムじゃ、これカットしてきまして。どこだ？どっかいいのね、間に合ったわ。どこだ？えるるる。なんか、こういうマッチング、増えたわよね。さあ、次のマップはサミットよ。このマップはね、もう私のお庭だからね、リスポーン全部把握してるわ。敵がよく走ってくるコース、近接の武器持って走ってくるコース、間違いなく、ここ、来た !1 カット !2 カット流れるようなキル流れるようなキル。いや、本当にこの M13 ね、メタンコ強いわよ、みんなね。一回騙せたと思って一回使ってみて。レート85のアセオトライフルで3発キル可能になっちゃうのよ。LMG でもさすがにこれはないから。まだまだ未知な力を持つこの M13。私はね、めぐれって呼ぶことにするわ。ちなみにコナン君出てくるめぐれ警部はね、めぐれ重蔵っていう本名だし、14番目のターゲットという映画、メタンコ良かったね。あのラストのシーン、コナン君の拳銃持って犯人を撃つ。私もね、今拳銃持ってるからね、あんな風に敵をね、撃っていくなんか結構僅差になってるわね。いい勝負してるわね。おかしいわね。まあ、いいか。とりあえず、集中していくわよ。結構キルしてるけどな。なんか設定、なんか、あっちゃ。いや、これ拠点入りたいんだけどね。なんかね、いろいろあんねんよね。ちょっと、怖い。ナイスカット、味方ナイスカット。で、これ、なんかこっち来てんな。
こいつまずカットしまして、いやいいわけな、いやまだ来てる、もう一枚来てるね、さっきのさ、オッケー、いいカットはね、いいよ見たわ、こっち来るか、よしないわね、ということはセンターだわ、いるいるわよ、来るわよ、トロフィー壊してまして、いる、1カット2カット、味方が右いるからね、この味方との私はね、もう、あ、味方がいた、ということはやばいわね、何が何でもこの拠点をね、私が守る、一人で守る、1カット2カット3カット、ナイスキル。さあまたね、コナン君が拳銃持って工藤新一のゾーンに入った時みたいにね、無双していくわよ、まずは1カット、そしてこっち来るからね、2カット目、はい、3カット、あ、私のアナイアレーターがどっか行っちゃったわね、まあいいわ、私もね、この M10 層があるからね、それめぐれだ、めぐれがあるからね、私は絶対負けないわよ、一回引いてきました、ここで、いや、グレめった、こいつグレどんだけ投げてくんねん、2回を制すものはサミットを制す、そういうものよ、ここはね、ピラミッド型よ、弱肉強食、上に立つものがね、一番強いのよ、どこでもね、やっぱりね、ゲームでもリアルライフでもね、いつもギリギリで行きたいか、まずこいつをカットしてきまして、ナイスキルで、さあここで拠点入っていきましょうかしらね、いやこれ結構私キルしてるんだけど、なんでなんか負けてんだよね、なんでこれ拠点意識低いのかしらね、いやそうでもないよね、味方結構拠点意識頑張ってるわよね、私の拠点意識が低いわけでもあるまいしね、どういうことだ、なんでだ、なんでだー、これまずいわよ、ガッチカチ拠点固まっちゃってるわね、硬いんご、待て頑張ってこれね、先回していこうよ、木を利用して敵の裏を取っていく、いるわね、いるわね、あやばい、あー一人見てたー、50キルして負けちゃうの、はい、次のマップはクラッシュね、いやここまで勝つのに苦戦すると思うね、結構私ねキルしてると思うんだけどね、やっぱり人生はローラーコースター、日本語でジェットコースターよ、QI 行動すんな、こんな街でもちょっと接戦、キャリーできなくてすいません、私の容赦はみんなからのお賽銭、でも私はずっと諦めません、ナイスカット、気がつけばダブルスコア、私はねもう拠点入ってもね負けること分かったからね、もうこれキルに徹底していくわ、私はね、これガンゾ来てる、いやガンゾどうしたんぞ、テンパってんぞ、まずいわね、これ来てる、これグレー置いといて、ここで降りる、これ来るでしょ、来るじゃないIQ300 で敵がまた私を探してるからね、こっちいるわね、1カット2カット、いやね、気抜いちゃダメよ、みんな。てれてーてー。俺は高校生なんだよ、工藤新一。毒薬を飲まされ、目が覚めたら、アナレーターを持っていた。ペシペシ黒で、ペシどこだ、いるわね。よし、UAV 出してきまして。まだあるね。まあ、残ってる。ペシいっぺぺしよし、いいよ、ゴキスイク。いいね、カットしまして。まだいる。いいよ、点差追いついてる。縮まってきろ。赤間ボール、設置型。ここで、拠点入るとかで、ね、上から続きますわよ。まだ、頑張って。頑張って正面から取ってもね、絶対取れないからね。上からね、入っていって、こうじゃけていく。あの、テンサー忍者、うちはいたちくんがね、言ってたでしょ。術には必ずね、リスクとね、弱点があるってね。ゲームも同じね、拠点取られてもね、必ず弱点がどこかにあるの。その弱点を見つけ出して、拠点をダッシュすることがね、最善の方法よ。次はね、私が防衛側、こっち買ってくるからね、1枚カット、2枚カット、ビンビンエイムで敵をね、絶対に近づかせない。こっち来るか、まだいるわね、よし絶対いいわよ、 OK いる、ナイスカット、ナイスキル、4カット目からの中からずれする、いや敵がね、これねリアクトカー使ってくるわね、待て、よしチャンスや、チャンスや、カット入っていく、来た来た来た、最終回にしてカット、ということで今回の動画は以上よ、高評価チャンネル登録お願いね、バイバイキーン。